シトラドゥルガ城シトラドゥルガは、南インドのカルナータカ州、シトラドゥルガ県の都市。シトラドゥルガ県の県庁所在地であり、かつては、シトラドゥルガナーヤカアサの首都であった。イギリス統治時代には、シュタルドラックと綴られていた。シトラドゥルガの歴史の歴史は古く、チャールキアアアサの時代には、シトラドゥルガ城が建設された。その後、14世紀からは、 ホイサラアサやビジャヤナガル王国に仕えたチトラドゥルがナーヤカアサの首都であった。この王朝はビジャヤナガル王国がターリコータの戦いで敗れると次第に独立していった。その後18世紀になるとマラーターの襲撃もあって一時衰退するがカステューリランガパナーヤカ二世の治世に何とか持ち直した。1779年最後の君主であるマダカーリナーヤカ五世は マイソール王国にシトラドゥルガ女王とされ、捕らえられた後にシュリーランガパトナで殺害された。シトラドゥルガは北緯14度14分統計76度24分、北緯14.23度統計76.4度、14.2376.4に位置している。アバウトチットレーダーが、 チットレーダーがシティ・ミューニシパル・カウンシル。2006年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年2月19日閲覧。フォーリング・レインゲノミクス・リンク・チットレーダーが。ありがとうございます。